皆さん元気にしておられますか？今週動画が配信されていかなかったじゃない。私ねちょっとね体調崩してたの。体調崩してたって言ったら、おい、ついにお前もコロナになったかって思ったでしょ。違うのよ、原因はこいつ、このソファーの足で、なおかつ今私100均で買ったこの草履しか履くもんがないのって言ったら、経験者はわかるよね。これよく聞くよね。なんか椅子の足とかさ、テーブルの足に足ぶつけて、で骨折れたとかさ、ひびいったとかいうさ、あれよあれ。掃除機かけててさ、私自分の足幅が分かってなかったんだよね。ソファーの足に足ぶつけてね、中指にひびいってんだよね。即100均の草履、これはもう履くもがなくなるって、もう尋常じゃないなって。買いに行ったはいいんだけど、1足しか買わなかったのよ。これ2足いるね、外用と中用と。だから私最初のさ2日間ぐらいはさ、この草履水陸両用だった外も中もこれで歩かしてください。これで買い物行かなきゃいけないって最悪だよね。でそのまま家の中もこの草履で歩くっていう。もう足やらかした時にはさ、この手の草履、外用と中用と2足ないとダメよ。経験者語る。もうね、やらかしたその日痛くてね、寝れなかったもう動画の編集どころじゃなくって、まあ足はさビリビリ痺れてたり痛かったりはするんだけど、そうも言ってられないから、ワカメ今シーズンさ真っ盛りなのに、早くこのワカメの味噌汁、まあニーズはないかもしれないけど、この動画早く出さないとと思って、私のあの痛みを抑えての涙の結晶の動画ですんで、皆さんこれワカメの味噌汁、なんでワカメの味噌汁かよって思わずに、いいねボタン押してちょうだいね。春ワカメで一番やってほしい、ワカメのお味噌汁。なぜワカメのお味噌汁かっていうとね、このワカメって店頭で見るときはめちゃめちゃ美味しくなさそうなのよ。色は茶色、隣にね緑の綺麗なワカメがあったら、同じパック並んでたら絶対緑色の方を買うでしょ。いやそこでね、あえてねこの茶色の方を買ってもらいたいのよ。こっちの方が美味しいから。なぜ美味しいかっていうと、ワカメって多分ね出汁が出るっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど、緑の綺麗なわかめってこれ一旦茹でてくれてんのよね。茹でた時にわかめの味って捨てられちゃってるわけよ。家で茹でた方がそのわかめの味捨てないじゃない。だから美味しい。これ春のこの茶色のわかめじゃないとこの味は味わうことができない。それほど私推してんのよこの味噌汁。まず買ってきたらザブザブって洗う前にザク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 って切りましょう。洗っちゃうとねぬめりが出てきちゃってツルツルしてね危ないから、洗う前に切る。でざっと洗って、でワカメね、言っての通り出汁が出ると思うのよ私、ワカメの味がね。だからあえてここではね水です、出汁取りませんのよ。お水をはい火にかけまして、で先に味噌溶きます。若干薄めに溶いても OK です。わかめね塩味が出るから。でなぜ先に味噌を溶くかっていうと、これ一瞬でねすごい鮮やかな綺麗な緑色になるわけ。これクタクタ炊いたらね綺麗な色が味わえないわけね、茶色になってきちゃうから。ちなみにこれねちょっとあれ味が薄かったかなーって、わかめを投入した後で味噌をプラス溶いたんですよ。そしたらもうこの色の違いね。わかめ入れたら炊いちゃダメ。ザリザリっと混ぜて火が変わったらもうそれで継ぐって感じ。だから先に味噌は溶きましょう。さあこれでね出来上がりなんですよ。一瞬で綺麗な緑色になるから、このね一瞬の色の変化をね楽しんで。乾燥わかめとも違う、あの塩がまぶしてあるね生わかめっていうやつとも違う。でこの時期出てくる色が綺麗なタイプの生わかめっていうあれとも違う。歯ごたえがねシャクシャクして、でお汁の中にねわかめの味、海の味が染み出てとっても美味しいんで、大好きすぎてこの春のシーズンにさこのわかめのお味噌汁ばっかり毎日作ってたら、子供たちにもうね勘弁してくれって言われたことがあるそうだよね、好きだからって言って食べさしすぎるとかえって嫌いになるっていうこともあるからね、まあほどほどにねやらないといけないよね。この春しか
1月から3月この春の時期しか味わえないわかめのお味噌汁、ぜひやってみてください。テーブルや椅子に足引っ掛けないようにね。たかが足の小さな指、やらかしちゃうとめっちゃ痛いわよ。お気をつけ遊ばせ。それじゃまた。